はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回はのの速度と道のりり直線運動編をお送りしますで今回ポイント含めて4問問題ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分がポイント説明した後に問題やっていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまずポイントからやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。 よしじゃあ参りましょうまあいよいよラストですね。で、えっと、タイトルだけ見ると小惑、小惑星間ちょっと出てますけど、まあ数差の内容で、で、文字情報にするとちょっと厄介というか、ややこしいこと書いてあるように見えるんですが、実はめちゃくちゃ簡単なことやってます。まあ、それも後ほど説明するんですけど、まず読んでいきますね。えー、数直線上を運動する点 P、こいつが運動します、の速度 V が、 時刻 t の関数まあ v がね ft って表されている時に t が a から b つまり時刻が a から b までの p の位置の変化と道のり分けますこれこの違いもあったら進めるでそれはそれぞれ公式がありますよとで何か、まあ、もちろんね積分の勉強をしているので、えー、積分インテグラル使ってで今時刻が a から b だからね積分区間 ab で取って何するかって このの FT をそのまんま積分するだけですこれが位置の変化,位置の変化で覚え方としては、えー、速度を積分すると1になるよっていうこれが大事速度を積分すると1ですで道のりもほぼ同じやってること同じようにインテグラルかけるし積分区間は ab ですとしかも ft 使うからね使うただ何が違うかって 絶対値をつけけななきゃいけないこっちは絶対値をつけて積分すれば道のりが出てきますよっていうだけでございます。でまあ少し余談をね挟みます。まあ飛ばしたい方はね飛ばしちゃってください。で何かっていうとまずは位置の変化と道のりの違いからいきますね。じゃあ今 x 軸まあ数直線かしておいて原点、えー、ここに置きましょう。じゃあ原点にあるこいつが こう移動して速度が落ちてきてこっちの方にウィーンと来てここまで来たとしましょうここまでじゃあプラス方向は5えマイナスの結局マイナス7まで来たとしますねじゃあこの時に位置の変化はどう考えるかっていうとまあこれ言葉のまんまなんだけど位置の変化だよねスタートの位置は0でしたで結局どこに来たのって結局マイナス7に来ましたよね だから、0からマイナス7。スタートと最終的なところ、ゴールの変化って0からマイナス7だから、マイナス7ですよね。変化してる量は。これが1の変化です。マイナス7。じゃあ、道のりは何かっていうと、まあこれ小学校の時のね、道のりと同じ概念です。どこ通ってきたのってこと。つまり、ここスタートして、こう来て、こう来て、こう来たじゃん。 この青のところ全部が道のりです。つまりまずプラス方向行くとここ0から5行ったから上をね5行きました。で下の部分は5からマイナス7まで来てるから結局12移動してるんだよね。つまり12移動してますと。結局足して17。これが道のりになります。で、道のりは位置の座標の変化とかを考えてるんではなくて いくつ通ってきたのっていう話だからプラスです道のりはねだから絶対値をつけてるプラスにするためにこれが位置の変化と道のり四段1ですこれ四段1もう一個四段あるごめんねでしかも次の四段はね物理取ってない子はあのはってなるからあの物理取ってない子ごめんスルーしちゃってくださいで何かっていうと「いそか」っていう言葉があるんですよ言葉があるって俺が言ってるだけなんだけど「いーそーか」です これ頭文字取ってて11ねこの位置です。速度加速度、度加です。で、今回の問題に関しては加速度はねちょっと入っていないんですけれども、まあ、セットで覚えちゃってください。何かっていうといいかこれ速度を積分すると1になります。さっき言ったやつです。ft って今 v だから速度ですよね。 速度を積分すると位置が出てきます当然逆の関係は成り立つので位置を微分すると速度になりますで、この磯科の順番はこのまんま成り立つので速度を微分すると加速度です加速度を積分すると速度が出てきますで、なんで物理の話…あこれもね、覚えておいてほしいんだけどなんで物理の話かって、ね、言ったかっていうと物理でさ こう物をパッてこれね物をパッて離すと落ちるじゃないですかでこれあの計算出せるんですよね計算でパッて離した時に t 秒後 t 秒後の速度は gt ってなります g は重力加速度9.8ってやつですねでパッてパッて離して t 秒後の位置に関しては 二分の一まあ gt 二乗っていう、まあ、この公式を使っていくわけです。でこれはね見てわかるように二分の一 gt 二乗を微分すれば gt になりますよね。まあ逆の仕りでございますと。で加速度は今この物理のね話で言うと重力加速度っていうのが g なわけです。これもそうだよね gt を微分すれば g になるし、まあこっちも ok と。 だからまあこういう話でつながってるよっていう余談にでございましたお付き合いいただきありがとうございましたよし <laughs> 本編いこうかまあでもいそかの関係性はね是非覚えておいてくださいあの物理のは全然スルーしちゃって構わないんだけどちょっとインクがここに,にじんでしまったよしじゃあいきますで今回は問題に関しては x 軸上の扱ってますまあ考えやすいんでねこれがいいかなとで実際は三角関数とかも 出てくるんですけどもまず今回はこれで慣れてください。で問題確認します。x 軸上を運動する点の時刻 t における位置を ft1 だよ。速度を vt です。さっきと違うからねさっきは ft が速度だったんですけどちょっと違います。で速度が関数で置かれてます。4t-t2 乗って。でしかも f1 も置いてくれてる。じゃあ次の問い答えなさいと。で。 3番時刻 T における 1, を求めよう1ねこいつねこれ。じゃあ求めてやろうということでしつこいんだけど1はなんかこの公式をしっかり覚えるってうよりも1は速度を積分するって覚えてください。なので1は速度を積分したいんですただ今いくつからいくつっていう積分区間載ってないのでまだ不定積分でいいですここは。 ただあ関数はねあるのであいつを不定積分にかけてあげましょうとこうですねじゃあこれ普通にそのやってしまいます 2t2、えー、乗マイナス3分の 1t の3乗ただ不定積分なので、えー、積分定数 c ね忘れないでくださいで結局 ft 出したいんだけどもちろんこれは答えにかけません不定のってるあ不定残ってるからねじゃあこいつを、えー、導くために使うのがこの f1 イコール5そのために書いてくれてるからねじゃあ t のところに1を代入しましょうとで今回ごめんなさいねあの幅があんまないので詰め詰めなんですけど f=5 より1代入して2ス3分の1プラス c= これが5だと t に1代入してねでえー、っとちょっとこっちで解こうか c=3 でしょ3分,3分の10か。 だから不定積分あごめんなさい積分定数出てきたのでこれを戻せばいいつまり答えは ft イコール、まあ、3乗先の方が綺麗だねマイナス三分の一 t の3乗プラス 2t2 乗積分定数の3分の10とはいこれで終了入ってる OK となりますまあこんな感じですやってることはね で2番は、あ、ごめんなさい、4番は道のりなので、こっち、青の方を使っていきましょうと。しかも、積分区間書いてくれてるんでね、そのままいきます。じゃあ、道のりは、まあ、L とかって置いていこうか。じゃあ、4番、L イコール、はい、積分2から5ですね。積分区間2から5で、道のりなので、絶対値を入れて、そこ、書きますと。4t マイナス t の2乗で、dt。あとはもう、これを解くだけです。 まあ絶対値がついているのでこの絶対値の中身が正と負の確認が必要になりますで今2から5だからこの区間で考えるんですけどちょっと t でくくり出しましょうかまあこうなりますねこれ t でくくり出すとで2から5なのでこのこっちは t はもちろんプラスは確定してます問題は括弧の中ですねえ括弧の中身が2から4までだったら正だねここは正。 だから正×正なんで全体もプラスになります。ただし、4から4超えちゃうとね、5までは中根が負になるので全体も負になると。つまり分けなきゃいけない。じゃあそれを分けて書き直しましょう。つまり、インテグラル2から4までは正で外れるから、このまんまでいいでしょうと。で、えっ、ー、と、プラス、 だからここをマイナスに変えてもいいかな全体がマイナスが出てくるからここにマイナスを使っちゃおうかでこの中身はちょっとね同じになってるからこういう書き方の方がいいかなって分けてあげるだったらこれ解いていきましょう、まあ、解いていきましょうっていうかこれなかなかちょっと面倒くさそうだな、まあ、さっきねえっ、ー、と積分やってるので書くだけなんですけど2から 四マイナス。同じく二 t 二乗マイナス三分の一。t 三乗の、え、四から五。下かな。下だな、ちょっとこっち側も攻めるよ。いきます。え、四入れましょう。三十二マイナス三分の六十四。早くしちゃってね、みんなね。マイナス二二がしで、八マイナス三分の八。で、プラスなんだけど、こいつがマイナスが作用してるから、まずマイナスから。

128? だよ、ね、128? あと12でこいつを使うとマイナス3になるこいつを使うとプラス5かプラス3分の5か。となるので3分の18と三3分の 23! はいさっきやった答えと一致してるでしょうかしてなかったら泣いちゃうぜマジであ一致してましたね OK でございます入ってる、ね、?OKOKOK、OK OK OK。という感じです まあ途中でちょろっと言いましたけどこれまあ三角関数とかになったりするとね、まあ、ちょっとややこしい解き方というかまああるんですけれどもまあ公式として使い方はこういう感じです。いいかなだからまあ覚え方としては公式をこのまましっかり覚えるのではなくて速度を速度を積分すると位置が出てくるまあもちろん道のりもそうだけどいいかな出てくるっていうのをぜひ覚えておいてください。では今回はね数三の速度と道のり一直線んだ直線運動編お送りしました。 で、もう一本、えっと、平面運動の方も次の動画ね、やっていきますので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございま